あ、探してた方に無事出会えたようです。だってあー、のび太見つけてくれたんだよ、コピーロボット。あー、これどん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 来る人増えるんだね。ちょっと見てみようぜ。課題付け試食会開く。はい、いい線いってるって。ニーズありそう。いつか輝きそう。先生そんなこと、手頃な雰囲気いいね。あー、神谷さん来てくれなった。オッケー。こうやっていろんな人たち、来る人たちを増やしていく感じですね。ああ、寄席とかあるけど。変わらんやねんの、こんなって。二人用座席でいいやった。あ、二人用座席？オッケーオッケー。そう、ちょっとお店のさ、ちょっとたくさんお客さん来るようになったけれども、お店のさ、ちょっとこう、立てるみたいなので、増やしていくか。配置替え、二人用座席が一個。ちょっと配置替えするか。ね。これあれ、これは？あ、ドラえもん風の控え室。あ、これ控え室なんだね。で、これがキッチンでしょ？なるほど、なるほど。そういう感じなんだ。ここだけ穴開いてるけど。なに？え、ドラミちゃん来てくれたけど。え、なになになに？どうしたの？こんにちは、のび太さん。お兄ちゃん、頼まれてたものを持ってきたわよ。だって。いや、早かったじゃないか。ドラミのお店を経営するコツを調べてもらったんだ。わかりやすいようにヤンクアップ形式にしておいたわよ。この条件を達成していけば、きっと最高ランクのお店になれるはずよ。え、すごい。何？あ、条件ね。あー、結構、あれだね。あはは、なるほどなるほど。F キャラを客にするっていうのと、お菓子の発見ね。店員を発見。あー、店員さんね。いつもの仲間に会えるかな。あともう一人会ってない子がいますからね。食材探しをクリア。邪魔者もやっつけよう。だって食材探しをあと2個クリアするんだね。オッケー。まずは最初のランクの星1つを目指せばいいんだね。オッケー。うん、そうよ。条件はメニュー運営のランクアップかいつでも確認できるわよ。お店をもっと広くしたらどうかしら。そう、今ね、ちょうど思ってた。ちょうど思ってましたよ。これからお客さんも増えてきっと手狭になると思うわよ。じゃあ私行くわね。お兄ちゃんものび太さんも頑張ってね。ありがとう、ドラミちゃん。ドラミ助かってありがとう。確かにもう少しお店が広くてもいいかもしれないね。でもそんな時は、と、なんだ？あー、広々ポンプ！てかさ、道具がマニアックなんだよな。この広々ポンプってあれなんですよ。土地をね、結構てか、めっちゃ広くすることができて、で、確か漫画では、日本をめっちゃ広くしてすっごい太らせたみたいな感じのエピソードがあった気がするんですよね。だけどだから土地は増えるけれども、なんかこう、なんていうんだろう、ガードレールとかなんかそういったものはちぎれないみたいな。でもそれは詳しく説明できないみたいなね、そういう感じだったと思いますけど、すげえなこれ。この道具使ってくんのやばいっすよ。本当にドラえもん分かってないとこれは出せない、この道具は。すげえなぁ。え、広々ポンプ、ちょ、広々ポンプも置くんだ、これ。置くんだね、わかった。え、広々ポンプを置くのね。あー、置くっていうか、あれか。土地増やせんだよ、やっぱこれで。土地っていうか、お店を。はぁ。え、じゃあちょっとこの奥、ここら辺増やそうぜ。こっちに、はい。そういう感じなのか。そういう感じになるのか。なるほどね。あ、そこに置いちゃったんだ。お店の土地だけを広げられるんだ。わあ、ほんとだ。面白いね。広げた土地にいろいろ建てても、お客さんに喜んでもらおうよ。オッケー。え、何？業界新聞の最新号届きました。オープンして間もない時屋ですが、着々と来店するお客さん増えてるようです。あ、雷さんのインタビュー受けてる。雷さんは、お菓子が私好みで最高です。お店の雰囲気も素敵で気に入っています。と弾ける顔で答えてくれました。お菓子だけでなく、店内の雰囲気も評判がいい時屋。お店に施設やら、何やら設置すると、利用したお客さんが嬉しくなって F ポイントをくれちゃうかもしれませんね。オッケー。いいじゃない。え、ちょっとさ、広げようぜ、これ。あ、来ましたスネオ。今ちょうどね、お店改築に私夢中だったんですけど、スネオ来ましたね、その間に。あれ、君たち何してるの？なんか忙しそうだね。僕は今からデパートで新しいラジコン買ってもらうところなんだけど、という聞いてきた。ラジコン買ってもらうところで、寄ってくれたんだね。
新しいストーリー発見。スネ夫登場。あれみんなおそれ何してるの？あらスネ夫さんこんにちは、お出かけ。僕はこれからデパートやパパに新しいラジコン買ってもらうところなんだ。あー後ろにジャイアンがいた。スッと現れてるね。おースネ夫いいところに来たな。ジャイアン僕ちゃん嫌な予感するから帰ろうかな。のび太よかったらスネ夫も手伝うらしいぞ。あーもう嫌な予感的中。あーかわいそうに。あ土の子持ってたけど今ジャイアン。すごい土の子のね描写もあるんだね、ちゃんとね。スネ夫が仲間になりました。自慢ばかりナルシストって書いてる。いいぞいいぞ。今こんな感じでちょっとねあの回想中なんでちょっともうちょっと回想進めていきたいと思います。お何先生が戻ってきました。だってあーあれか、社員の指導かなんかにしてたんだよね。あの結果いかに、部下の指導法のレクチャーが素晴らしく講演会を熱望されました。あーそうなの。えすごい先生。おーすごい、ポイント15個ももらえた。えどなにどっちをもらおうかなって何。あええなに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 、あお金、おそれは大きいつづらでしょうよこっち。はい、おー5万円ゲット。今ねお金なかったからねすごい嬉しいです私。獲得しました。お金を5万手に入れた。オッケー。なになに、あら同じジャンルの施設を近くに建てたことで新たにエリアが誕生しましたよ。施設の魅力がアップするのでエリアを広げたりエリアの種類を増やしたりしましょう。おー結構ね今いい感じでね、あの建設してるところなんで、ちょっと待ってね。あなんか見つけましたね。おあ見つけたんじゃないこれ。あ終わったんだね、お出かけというか食材探しが。雲の上の広場に行けるなと。だってあめっちゃいいじゃん。すごい雲の上に行けるんだ、やばいな。雲の王国じゃないですか。めちゃめちゃいいですね。もう一度行く。あなんかあれだよ、あなんだこれ、もう一回行ったらなんか会えるのかな。なんか誰かいますよ。ちょっとわかんない、誰かわかんないけど。あーここはタケコプターが必要なんだ。あえこれなんか雲の王国にいたあの雲のなんかロボットみたいなのがいるけど、なんか当選簿してるけどね、ちょっとよくわかんないけど。ああ何、あこれパパじゃない、パパここにいるんじゃないの。えどうしようかな、パパはまあとりあえずいっか。ちょっともう一回裏山行ってきて、のび太頼んだぞ。いってらっしゃい。次に行く場所はタケコプターがいるみたい。新しいの5、6本出しておいてそんな簡単に。それが昨日全部修理に出した。またもうさ、肝心の時にドラえもん修理に出してるからな、道具をね。いつもそう、特に映画の時。しょうがない、今回未来デパートに買いに行こう。あそうだ、未来デパートに行くのはこれを、これがないとね。ああこれ未来コインなんだ、なるほどね。この未来コインを使って買い物ができるんだよ。じゃあ行こうか。そのドラえもんね、あの道具は未来デパートで買ってますから。あすごいすごい、未来デパート移動中。あすごい、ちゃんとタイムマシン乗っていくんだ。あすごい、後ろの背景も変わった。やあやあ、いらっしゃいませ、未来デパート新製品セールス部ウランカナと申します。あすごい、カムカムキャットとかあるじゃん。えやば、えこれ欲しくなっちゃう。タケコプター、あ宝探しカウンターとか、いやさだからすごいね、マジでこマニアックなの結構多いよ。アンキパンね、オッケー、あアンキパンで、あなるほどなるほど、すごいこれ、これ持って歩いた、持って歩いたけどそこでお宝をねちょっと集める、集めてない、その敷地内のところでお宝があったらピコンピコンって言ったりするやつなんですけど、すごいな。えカムカムキャットも欲しいぞ、どうしよう。とりあえずタケコプター買う。タケコプターオーケー、じゃーんって出てる。え、カムカムキャットも買っとこうぜ。よいしょ。絶対いる。カムカムキャットいいね。これお客さん集めるやつですね。つづれや?つづれやだったかな?かなんかで、なんだっけ、ボロやの、ホテルをね建て直すときに使った道具ですね。めっちゃいいな。さあ戻ってきましょう。おーせわしくん、せわしくんも、いやもうほんとこれ楽しい。毎回言ってますけどね、もう超楽しいんだけど。あれドラえもんじゃないか、ドラえもんその伝えで忙しいドラミカ聞いてるよ。
いや、せわしくん偶然だね。そうなんだ。だからお店のサポートができそうな秘密道具探しに来たんだよ。お兄ちゃん、それならこれ貸してあげるわ。何？わあ、ドラミオ。なんだ、お前も来てたのか。あー、ミニドラじゃん。うわあ、ミニドラ貸してくれんの？なるほど、ミニドラか。どうどう、おうおう、ガガヨヨ。そうそう、あのミニドラで喋れないですからね。ドラドラしか言えない。ドラドラっつって。ドラキアさんのお手伝い頑張るからよろしくねって言ってるわ。ドラえもんとおじいちゃんがお手伝いしてるお店か。面白そうだが、今度僕も遊びに行くね。せわしくも来るの？すごい。あ、導きエンゼル持ってるジャイアン。あ、戻ってきました。オッケー。ミニドラえもん、じゃーん。オッケー。ミニドラえもんは店内で活動するようです。お、何？手伝ってくれるの？オッケー。とりあえずさ、あれなんですよ。ちょっと、あれが始まった。カムカムキャット、もう置いてあるんだね。買った道具は、ミニドラいる。すごいすごい。ただあれだな、探索力がないって今下出てたね。ちょっとそういうのも、加味しなきゃいけないんだな。わかった。とりあえず、施設のところは、まあ、細々したところはまだ、ちょっと詰めてないですが、ちょっとこのタイルをね、変えたりとかしたいんですけど、とりあえずこんな感じで、ドリンクバーも置いたんですが、担当がいないって言っててね、ちょっとこれもどうにかしなきゃいけない。カムカムキャットのなんかフィーバーのあれが溜まってってるけど、なんだ？ヨドバシってやってた人だ。どんどん過ぎてくれるね。こんにちは、はじめまして。セールスをやっているヨドバと申します。お店で使えるあれやこれやを売って差し上げます。生活かかってるので、ぜひ買ってください。すごい正直なこと言うじゃん。これで施設のね、あれが増えるんだね。大きな岩、アジサイ、二人用座席。二人用座席もうちょっと、でも未来コインが必要なのね。でも座席は必要なんじゃない？座席は買っとこうぜ。また後で。柿の木、ツツジ。とりあえず、買えるものは買っとく？買おう。おそらく後でも必要になってくるか、ツツジ。はい。大きな岩。何？三つしか買えないの？三つしか買えないんだ。全然説明を見てなかった。二人用座席欲しかったんだけどな。食材探しね。ちょっとトレーニングしようぜ。ちょっとやんなきゃいけないことがたくさんあるな。とりあえず、手伝いでトレーニング。けん玉スライム。探索めっちゃ上がるね。でもヨーヨーの方がむしろいいのかな。ヨーヨーで練習しよう。みんなでやってる。かわいい。うまくいった。オッケー。まあこんなもんか。オッケー。射撃を極めるっていうのが出たらしいよ。どんどん増えるね。これか。射撃を極める。探索と技術アップだって。ちょっとこれやっとこう。すごい。伸びただけ。なんか違う。伸びただけ違うんだよな。伸びただけ全然違う射撃が。じゃあこれやっぱ、それぞれのキャラによって得意不得意絶対あるな、これ。オッケー、はい、とりあえずオッケーです。もうなくなっちゃった。何？ねえねえドラえもん、余ってる土地に空き地を作るのはどう？お客さんが遊んだりもできるし、広々してきて気持ちがいいと思うんだ。いいんじゃない？でも昼寝してサボったりしないでよ。やだな、そんなことしないよ。もうフラグね。じゃあ空き地ができるの楽しみしてるね。わー、そうか、空き地ね。なるほど、そういうのもあんだな。キッチン、ホール、ホール、ホール。なるほどね。これがあったんだ。これで、ドリンクコーナー誰にしますかって出てる。なるほどね。オッケー。技術が高い。伸びた。スネ夫、あれじゃん。スネ夫なんか、技術高そうだから、スネ夫にしようか。スネ夫ドリンク担当頼む。オッケー。これでいいんだな。今、変えたよね、ドリンクね。そういう感じなんだ。飲み物の設定とかできるんだね。座席のお客さんに飲み物を提供します、だって。なるほど、なるほど。で、提供中。なるほど、なるほど。これで飲み物も増えていくんだね。スネを頼むぞ。じゃあ、これは。レモンスカッシュ。そういう感じなんだ。なるほどね。わかった。じゃあ、ちょっと F ポイントは、溜まってきてるか。まあ、お金でいいんじゃないか。お茶でいいよ。続けて。OK。スネ夫が言ってくれてる。
担当してくれてる。すごいすごいすごい。いいぞいいぞいいぞ。よし、こんな感じで、とりあえずはいいんじゃないかな。ね、配置は結構いい感じに。ただまだ結構広々してるんで、まだまだね、席をちょっと広げたいのと、あとは、なんかね、中庭とかあるといいっすよね。ちょっとまだお金が微妙になってきたんで、とりあえずこれで運営していきますけれども、お金融鉢とかもいい感じになりましたから。お、あ、売上だいぶ伸びたね。おー、4月の第2週目。いいね、いいね。売上1万110円だって、1万110円、1、10、100、1000万でね、1万110円っていいのか悪いのかちょっとわかんないですけど。まあ新記録ゲットなんで、来客数も増えましたね。オッケーオッケー。